アレクサンドル・イ・ハラビチルイバーク、アレクサンドル・イ・ゴレビチルイバーク、アレクサンダー・リーバクは、ノルウェーのバイオリニスト、歌手、作曲家、俳優である。ロシアのモスクワで行われた、ユーロビジョン・ソング・コンテストの2009年大会にて、ノルウェー代表として、自身で作詞、作曲した、楽曲、フェアリー・テイルを歌い、史上最高の387得点フェアリー・テイルは、 デビューアルバム、フェアリー・テイルズに収録されている。ルイバークは、ソビエト連邦の城ロシアソビエト社会主義共和国の首都であるミンスクで、生まれた。ルイバークは5歳の時に、ピアノとバイオリンを始めた。6歳の時に、ルイバークは、家族と共に、ノルウェーに移住した。ルイバークは、当時好きだった楽器はバイオリンであると話している。ルイバークは、 私の人生の20年間をエキサイティングなものにしたのはバイオリンだと語った。5歳の時から楽器を弾いていたルイバークはバイオリンとピアノを演奏できる。ルイバークの母親ナタリア・バレンティノブナルイバークはクラシック音楽のピアニストであり、父親イーゴル・アレクサンドロビチ・ルイバークは著名なクラシック音楽のバイオリニストでピンカ・スズーカーマンとも共演している。アレクサンドル・ルイバーは 私は常に人を楽しませることが好きで、つまり、それが私の転職だと話している。ルイバークは、ノルウェーの首都オスロ郊外のネサーダンに居住している。ルイバークは、オスロのベレット・ドゥ・インスティチュート・オブ・ミュージックにて10歳から、教育を受けており、同期間の学士課程にあったが、ユーロビジョンでの成功を受けて休学していたが、現在は卒業している。 ルイバークは2004年にはアンデルス・ヤーレ文化賞を受賞した。2006年、ルイバークはタレントオーディションクヘンプス・ジャンセンで優勝した。この大会はノルウェー放送協会が主催したもので、ルイバークは自身が制作した楽曲、フリンで大会に挑んだ。ルイバークはアーハのリードシンガーモートン・ハルケットやアーブ・テリフソンなどとも共演したことがある。2007年、 オスロナイティターの制作による屋根の上のバイオリン弾きでバイオリン弾きの役を演じた。この演技によってルイバークはヘッタ賞を受賞した。ルイバークはグレタ・サラモンソン監督の映画ヨハンでリーバイの役を演じた。アレクサンドル・ライバック・アット・ザ・ユーロビジアンルイバークはロシアのモスクワで行われたユーロビジョン・ソング・コンテストの2009年大会でフェアリー・テイルを歌い、 史上最高記録となる387得点を集めて優勝を果たした。楽曲はノルウェーの民族音楽に着想を得たものであった。楽曲はルイバーク自身によって作詞、作曲された。楽曲はノルウェーの現代フォークダンスの会社フレカーの演技と共に披露された。楽曲はノルウェーの新聞ドックブロドットにて6段階中最高の6とされ。 公表を受けた。エスクトデイでは、準決勝から決勝に進んでほしいアーティストの人気投票が行われ、ルイバークが参加した、準決勝の組については71.3%がルイバークに投票した。大会に先立って行われたノルウェー代表を選ぶ、国内選考では、ノルウェー国内の9つの選挙区べてでルイバークが首位となり、 視聴者投票と審査員投票を合わせて747,888得点を上げ、時点のトーンドムリヤバアーチの121,856得点に大差をつけて優勝している。ルイバークは準決勝を通過し、決勝への進出を決めた。決勝では、自国への投票ができないノルウェーを除く全ての国から、ルイバークに得点が与えられた。最終的に、 2006年にローディが達成した292得点を大幅に上回り史上最高となる387得点を上げ、時点のアイスランドに史上最高の得点差となる169点差をつけて優勝を果たした。ありがとうございます。